Thank you.
カリブ海も見れますし、野生のイグアナも生息してるんで、2倍3倍面白いですね。でまたイグアナの風合いと古い遺跡の風合いが非常にねマッチするというか、めちゃくちゃね合うんですよ。映えますね。残念ながら遺跡を見てカリブ海に入るということは今パンデミックの影響でできないっていうことなんですけど、何がパンデミックなんだろうと。ビーチにまあ結構な人が行くからですかね。屋外でめちゃくちゃ開放感ある場所なんですけど、まあパンデミックということで、入場をビーチに行くことはできないと。ビーチに行くためには900ペソ払ってボートに乗らなければいけないと。まあなんというかうまくやってますね本当に。セノーテで半日以上遊んでも700ですから、900ペソは取りすぎだよね